皆さんこんにちは。今日のガルちゃんは、大金のかからない美容法をガルちゃん民たちが教えてくれました。ではではゆっくりしていってね。ストレッチ、ヨガ。ヨガは巻き肩、猫背、お尻の筋肉ない人は40肩、股関節気をつけて伸ばして伸ばして伸ばしまくるから筋肉どんどん伸びてくよ。ヨガは40過ぎたら背筋もつけてから正しいフォームで。家で動画見ながらできるからお金かからなくてできるし、老廃物ドバドバでテイク1年くらい続けてるけど、むくみも取れて肌の調子も良くなったみたい。運動お風呂。毎朝40分、精進バレーストレッチ、7000歩歩く。ありきたりだけど睡眠、適度な運動、栄養、つまり健康。あと、心から夢中になれる趣味だとか仕事だとかを持つことが大事かな。そしたら多少不健康でも美容にいいよ。無駄に遠回りして歩く、できるだけエスカレーターとか乗らずに階段を使う、よく寝る。安い大容量の化粧水をたっぷり使う。ストレッチ、ヨガ、お水をこまめに意識して取る、意識して笑う。頭皮マッサージと程よい筋トレ。2日に1度くらいに熱い風呂に短時間入る。詳しくはヒートショックプロテインで調べてみてください。さよう飲む。3年くらい毎日体感飲んでるけど、吹き出物ができにくくなったし、肌の赤み落ち着いて透明感出てきたし、良いことしかないわ。一番の整形はダイエットだと言いますよね。そうなの？高い服や化粧品買うのもいいけど、まずは体型を整えた方が見違えるよ。なかなか成功しづらいが、まさにそう。スレンダーになってユニクロの細いパンツ着てること、食べたいだけ食べて贅肉を気にせずブティックの特大サイズ着てること、どちらが素敵ですか？前者が素敵ですね。私はそう思うよ。体型変わるし、何より顔がシュッとするから。私も一番はダイエットだと思う。次に歯列矯正、日焼け止め。痩せてかお肉が落ちるとたるみが気にならなくなるし、白化肉が落ちると輪郭がシャープになる。この2つで若返るし小顔になる。大きい部分のシルエットから整えるのが大事だと思う。細かいパーツも大事っちゃ大事だけどさ。体型、髪型、肌、歯は基本的に大事だよね。一番効果あったのはれない、メイクするのが楽しくなるよね。彼氏いないと面倒くさい。推し活も聞いたことある。やっぱり楽しく日々を生きることなんだな。しっかり食べて、しっかり運動して、よく寝る。寝る前はスマホ見ず、早めに部屋を暗くしてだな。8時間は寝る。分かってはいるけど続けるのは難しいよね。完全自己責任で小顔矯正セルフでやってる。飛び出てるから嫌だなってところをゆっくり何週間もかけて抑えると引っ込む。いいものを食べるよりも余計なものを食べない。寝る。便秘の理由が不眠だった。歩く。エレベーター、エスカレーターを使わない。在宅ワークして家からなるべく出ない。紫外線対策。日限でもいいから推しを作ること。脳内にハッピーホルモン出て気持ちいいです。家に引きこもる肌ロスの原因の8割は紫外線っていうし、ママ友がそれで北向きのマンションに住んでるよ。確かに引きこもって紫外線を浴びない人って肌が綺麗だもんね。どのうちになりそう。洗濯物は太陽に当てたいし、適度に日光浴びないと骨粗鬆症になるよ。3食は食、紫外線に気をつける。そのせいかどうかわからないけど、肌と髪で悩んだことがない。顔立ちには苦悩してるけど、52歳だけどまだ白髪がないし、ファンデーション選びが大変なくらい肌が白い。肌が綺麗なのは努力もあるけど、ほとんどが体質だと思う。ご両親に感謝だね。動く、必要以上に食べない。ケアしすぎない。合わない化粧品で肌が荒れたりするので、あとは日焼け注意。スロージョギング、毎日10分でも自慢腸も活性化されるから、便秘解消したり冷え性対策、寝つきも良くなったよ。20リットルランニング、筋トレ、化粧の汚れなどは健康として睡眠を十分にとる。ウォーキング行く前はめんどくさいけど、帰ってきた時気分が良くて、なんだかスッキリするから、メンタルにいいみたい。運動にもなって一石二鳥だと思う。姿勢を正す、マジでこれ砂糖抜くと肌のトーンアップ、アルコール、カフェインの摂取を減らす、食事制限と適度な運動と入浴。お菓子とアルコールは太るね。買わなきゃお金もかからないし、バランスの良い食事睡眠もアラフォーなので、健康美容になってきた。節約と違うと言われるかもだけど、ジムで筋トレ、または家にベンチとダンベルとか買って筋トレ。すぐに変わらないからやめちゃう人多いけど、
長期的にはめっちゃ格安の美容肩だと思う。ベンチも買ったんですか？すごい。ダンベルは買ってみたけど、ベンチ置く場所とか考えると実際無理だ。無視タオル美容法、ツボ押し、ストレッチ。デブ時代は朝4時に起きて朝食前にランニング。今は異時期なので夏季の4つ21時に寝る、ストレッチ、筋トレ、歩いてカロリー消費。ストレッチめっちゃいいよ。ずっとまっすぐな足になる。高須クリニックの高須先生の確認。ワセリンかなんかで少し保湿して、日に当たらない床でゴロゴロしてるのが一番老けないの。早寝早起きで睡眠時間はきちんと確保。シャワーで済まさずに湯船に。食べ物はあまり気をつけていないけれど、パンや麺よりベー。佐伯千鶴さんのコットンパックは私には効果あった。1000円の化粧水、コットン、100均で買ったシリコン製フェイシャルマスク。肌の水分量と透明感が上がった。ミネラルウォーターを1分弱レンチンしたなんちゃって、左右でも綺麗になったよ。笑い。加工アプリで痩せた別人の自分を作ってインスタに上げて文字量を上げる。個人的に一番効果あったのはパーソナルカラー診断。プロ診断だからお金はかかるけど、ちゃんと活用できるなら一生で見たら無料みたいなもの。似合う服やメイク用品を選べるだけで無駄買いがなくなる。マスクの中で表情筋を鍛える。お菓子を食べない。寝る前にスマホアプリ見ない。早く寝る。睡眠の質が爆上がりした。私は目覚ましをスマホ、目覚まし時計にしてスマホ寝室に持ち込み禁止にしたら睡眠の質上がった。クマがひどかったんだけど、寝る前にスマホいじるのやめたらできなくなった。たるみや視力低下防止にもなるし良いね。睡眠、入浴、トマトジュース投入、野菜、ニワトリ胸、ささみ、モリモリハーブティ。トマトジュースプラス分量でリコピン吸収3倍って聞いて飲んでみたけど、不要だったわ。美味しいトマトジュースってあるの？トマトジュースにオリーブオイルと黒胡椒を入れて電子レンジで温めたらスープみたいで美味しいよ。和食のみで生きる。化粧水いらないくらいになったよ。むしろ枯れた感じにならない。美容皮膚科の先生が赤身の肉を食べなさいって言ってから実践したら肌が綺麗になった。人それぞれの体質によって違うのかも。お菓子を食べず、小麦粉を取らない、小麦粉アレルギー持ち。生活をしてたら自然に化粧水しなくても大丈夫になってしまいました。化粧品代も浮くし楽ですよ。魚は美容にいいよ。サバとかなんだかんだで肉より安いし、魚の油で十分だと思う。フィッシュオイルのサプリあるぐらいだし体には良いだろうね。魚と肉を交互に食べたら良いって医師が言ってた。肉にも栄養あるからね。あと魚はプリン体が多すぎ。高い日焼け止めをちびちび塗るより、安くてもたっぷり塗る、こまめに塗り直す。タス50。会社から家まで毎日1時間強歩いて帰宅してたら疲れて食欲もなくなるし、1ヶ月で8キロ痩せた。痩せたというか痩せれたというか、十分な栄養素とって8キロならすごい。お風呂にちゃんと浸かる。ついでに自分が最後の時は仰向けに頭もつけて顔面だけ浮かす頭皮マッサージをする。お湯で頭皮も柔らかくなっておでこのシワ改善に効果あり。どうでしたか？お金のかからない美容法ってたくさんあるんですね。参考になる情報はありましたか？グッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。